皆さんこんにちは。今回は西郷輝彦さんについてお話しします。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。2022年に亡くなられた昭和歌謡の御三家の一人、西郷輝彦さんについて調べてみました。西郷輝彦さんは歌手だけでなく俳優としてもご活躍されていました。そんな西郷輝彦さんですが、実は2度の結婚で5人の子供がいます。そこで今回は西郷輝彦さんの私生活について見ていきたいと思います。改めて西郷輝彦さんは結婚2回、離婚を1回されています。1度目の結婚は1972年に辺見マリさんです。当時はビッグカップルの誕生と話題になりました。その後再婚され、西郷輝彦さんの妻となった方が今川明子さんとなります。西郷輝彦さんの2度目の結婚は1991年でした。再婚された西郷輝彦さんと今川明子さんですが、年齢差に注目が集まりました。お二人が再婚した時の年齢と年の差は、当時西郷輝彦さん44歳、今川明子さん25歳です。年の差はなんと19歳でした。19歳も年が離れていると親子のような関係にならないのか、はたまた話は合うものなのか気になります。西郷輝彦さんは19歳も年下の女性にどんな言葉をかけ交際を始めたのでしょうか。それも噂によると、西郷輝彦さんは今川明子さんのご実家まで行って交際を申し込んだようです。ご両親がいる前で結婚してくださいとはいきなり言わないと思いますので、お付き合いしてくださいから始まったと思われます。とはいえ19歳の年齢差を考えるとなかなか踏み切れなかったのではないかと想像します。ですが女性のご実家まで出向いてしまうほど大好きだったということなのでしょう。今川明子さんには実はお見合い話があったそうです。だから何とかしないとと思ったのでしょう。いきなりの訪問に今川明子さんもご両親も動揺したでしょうが、あの西郷輝彦さんですからなお驚かれたことでしょう。では続いて西郷輝彦さんのお子さんについて調べてみました。西郷輝彦さんに子供は何人いるのでしょうか。調べてみた結果、西郷輝彦さんは子供が5人いらっしゃいます。ですが5人のお子さん全員が西郷輝彦さんと今川明子さんの子供ではありません。ではお子さんたちをご紹介します。長男は辺見憲孝さん、長女は辺見恵美里さん、次女は紀恵さん、三女はあゆきさん、四女は今川宇宙さん。お母さんは違いますが5人とも西郷輝彦さんのお子さんです。西郷輝彦さんと今川明子さんとの間にできた3人の娘さんです。そして四女の今川宇宙さんは女優をされているそうです。写真を見てみると西郷輝彦さんと目元が似ている気がします。西郷輝彦さんと今川宇宙さんは親子共演も果たしたといいます。お父さんとして娘と同じ舞台に立てるということはなかなかないことだったことでしょう。お互いに緊張されたのではないでしょうか。辺見恵美里さん長女と今川宇宙さん四女は共に芸能界に身を置くことになりました。ただ芸能人であるお二人には不仲説がありました。ですがその後の発信を見てみると一緒に食事ができる仲だということが分かりました。ということで二人の不仲説については時に問題となるようなところはなさそうです。むしろ同じ芸能界に親戚がいるということで心強いのではないでしょうか。母親が違ってもお父さんは同じ西郷輝彦さんです。娘さんたちが仲良くしてくれている状況に亡くなった西郷輝彦さんは嬉しいと感じていることでしょう。改めて2022年2月に前立腺がんのため75歳で亡くなった歌手で俳優の西郷輝彦さんを偲ぶ会が2023年2月20日に行われました。歌手の船木和夫さんが西郷さんとの2人だけの思い出を明かしました。現在の心境について船木さんは、1年経っても僕は吹っ切れていないんですよ。だから全然距離が遠くなっていない、言ってみれば喧嘩友達をなくしたような部分がありますと語り始めました。続けて若い時からお互い負けるもんかと走っていた時代がどれほど大切で良いものだったのか、
彼がどこか旅に行ってしまって初めて分かりましたと西郷さんを忍びました。1960年代当時、船木さん、西郷さん、橋幸夫さんの3人は日本歌謡界の御三家と呼ばれていました。西郷さんとの間柄について、そんな狭い括りではなくて、それぞれ個性も違って違った道を歩いてきた。てるさんは歌手俳優ともに大成した人ですから、意外と考えてみると少ないんですよと語ります。そして歌の世界、流行歌の世界から出て俳優さんとしても一国一長の主となる、これは大変なことだと思います。だからやっているなと見ていましたよと振り返りました。西郷さんとの交友について、船木さんは今から15年前くらいから、どちらからともなくに3ヶ月に1回は電話をしたし、向こうからもかけてきたと交流が始まったきっかけを話しました。手紙のやり取りもして、むしろ若い頃より50代半ばからの方が付き合いができましたと関係性を明かしました。さらに船木さんは、2人っきりで飲んだり食べたりするのは大概スタッフが一緒だったりするので、意外と僕らの世界はないんですとしています。そんな中、彼が体を悪くして1年半くらい前に2人っきりで初めてご飯を食べた時に怒られましたと話しました。どういうことだったのか詳細を述べています。というのは、てるさんの体の具合が良くないと噂を聞いて、すぐに大丈夫、気をつけてねと電話したことがあった。大丈夫ですかと言ったけど、がんを患っているんだから大丈夫なわけないんだよと怒られちゃってと、二人だけの思い出を懐かしんでいました。最後に船木さんは、今電話をしたらみーと出そうな感じがするんです。亡くなったのではなくて、そこら辺で遊びほうけているんじゃないかと、早く帰っておいでよと西郷さんに呼びかけ締めくくっていました。そんな一周忌を迎えた2023年3月当時、西郷輝彦さんの親友が晩年を明かしてくれました。その人が語るところによれば、4000万円の借金を毎月コツコツ返済してくれたと話しています。どういったことがあったのでしょうか。歌手で俳優の西郷輝彦さんは晩年にがんを患って、オーストラリアでの治療に多額の金を費やすなどした結果、借金にあえぎ、名前のごとく輝かしい芸能人生も暗転したというのです。75歳で奇跡に入ったその薩摩隼人を最後まで支え寄り添ったのが、ある強力な理解者だったといいます。好きなんだけど離れてるのさ、おなじみの星のフラメンコのほか、水戸黄門の主題歌を歌ったことでも知られる故人の忍ぶ会が、前述の通り命日の2月20日都内ホテルで開かれました。西郷くんとは男と男の付き合いというやつをしていた。俺がさつき会を作ったんだと語るのは忍ぶ会の発起人で、都内の運送会社金光の社長、岩切寿三郎氏でした。俺も西郷くんも鹿児島出身、自分が鹿児島実業高校、彼は鹿児島商業高校でね、二人とも昔はやんちゃで、俺はその時から彼の名前を聞いていた。息のいいのがいるらしいってねと当時を振り返りました。しいわく酒豪で泥酔しているのを見たことがないとしています。西郷さんは高校中退後に上京し、1964年に歌手デビューしました。岩切氏が噂に聞いた西郷さんと実際に面識を持つようになったのは、それから約35年後だったといいます。彼が鹿児島でドラマの撮影をしたんだけど、その制作会社の人間を通して本格的に知り合った。二人とも同郷だし、年も同じということですぐに仲良くなりました。よく飲みにも行った、酒豪でね、泥酔しているのを見たことがない。その後、西郷さんが地元に貢献したいと言い出したことがきっかけとなり、さつき会をはじめ、自分が会長になり、西郷くんが歌うチャリティーコンサートも開催した。俺も地元での顔の広さを生かして随分チケットをさばいたよと語ります。集めた金は県内の児童養護施設に直接寄付したほか、テレビやおもちゃなどの形に変わって寄贈もされたそうです。気取らない性格をしているから、養護施設を訪れると子供も懐いてね、彼が帰る時にはダダをこねる子もいたくらいと述べます。そんな西郷さんでしたが、プライベートでは辺見マリさんと離婚後、
1990年に自身の事務所に勤務していた19歳下の女性と再婚し、娘3人を設けました。順風満帆な芸能生活にはっきりと影が差すようになったのは、2011年に前立腺がんを患い全摘手術を受けた頃からだったそうです。デビュー50周年を控えた2013年には、自身が代表を務める芸能事務所で内紛が勃発します。所属社員からギャラの仮差し押さえを申し立てられる浮き目にもあっています。大手銀行からの融資を得られず、資金繰りにも窮したようです。不動産担保ローン会社から借り入れを行い、3500万円を極度額とする抵当権を自宅マンションに設定されたのです。返済にも窮窮としたようで、その窮地を救ったのが同郷の岩切氏でした。あの頃はいろいろな相談に乗ったもんです。これで綺麗に整理しなよって、俺が西郷くんの会社に4000万円貸して金融業者の抵当権は外させました。一応融資に際して自分の抵当権は設定しましたが、利子までは取らなかったと語ります。西郷さんも岩切氏を裏切ることなく毎月50万円をコツコツ返済していたそうですが、がんが再発してからは彼も治療のためにオーストラリアに行ったりもしましたし、余裕はなかったでしょうから返済は求めませんでした。それでも存命中に1200万円を返済してくれています。残りの2800万円についても、彼の死後奥さんが実家の財産を処分するなどしてきちんと清算してくれましたとしています。いかがだったでしょうか。今回は2022年に亡くなられた昭和歌謡御三家の一人、西郷輝彦さんのご家族についてまとめてみました。再婚した今川明子さんのご実家で求婚した噂や5人の子供について調べていくと、求婚した話は本当のようです。そしてお子さんたちの関係性を見ていくと、良好な関係を保っていることが分かりました。鹿児島の村尾という焼酎を愛飲したという西郷さん、岩切氏は赤坂あたりで飲むことが多かったのですが、俺が払わされてばかりだったと笑いながら、今川正規として友達になってくれたと思うとも懐かしんでいます。心強い飲み友たちに支えられた生涯だったことが調べていて分かりました。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。